レナード・シャローはアメリカ合衆国のファゴット奏者。ハーレムの生まれ。バイオリニストだった父親の手ほどきでバイオリンを学ぶが、デウィット・クリフトン高等学校に進学した頃にファゴットに出会い、ジュリアード音楽院に進学する際にファゴットを専攻した。1935年に音楽院を卒業後は、ワシントン・ナショナル公共楽団の首席ファゴット奏者と、 なり、1937年に NBC 公共楽団に移籍した。NBC 公共楽団在籍時には、アメリカ陸軍の要請で、アービング・バーリンの This is Army のツアーに参加し、軍事資金調達に力を貸した。1951年には、ラファエル・クーベリックの将兵で、シカゴ公共楽団に転出し、 フリッツ・ライナーの在任時まで首席ファゴット奏者を務めた。1977年から1987年までアンドレ・プレビンの養成でピッツバーグ交響楽団の首席ファゴット奏者を務めた。教育者としては1964年から1977年までインディアナ大学で教鞭をとり母校のジュリアード音楽院やノースウェスタン大学でも教えていた。 1999年に、シンシナティに今を移し、同地のウェルスプリングヘルスセンターで、白血病の合併症により死去。enqirer.com.chicagotribune.com e com。ありがとうございます。